人吉でしぽぽぽ。毎週月曜日のこの時間にお送りしております人吉でしぽぽぽ。熊本県人吉市の情報を毎週ご紹介しております。人吉市は熊本県の最も南に位置する市で、車で行く場合の最寄りのインターは九州自動車道人吉インター。 JR 九州始発線熊川鉄道湯前線が通る温泉や自然がある町です。今年最後の人吉観光情報、来年からの人吉の観光情報についてお話を伺いましょう。お正月の初詣など 1月からもですね、人吉の観光スポットではいろんなイベントが行われるということで、人吉観光案内所スタッフの黒肘由美さんとお電話つながっております。黒肘さん、はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。黒肘と申します、よろしくお願いします。初詣、やっぱり国宝の青い阿蘇神社人気ですかね。そうですね、お正月は青い阿蘇神社が初詣で大変にぎわいます。はい、もともと青い阿蘇神社は開拓の神様なんですが、境内には衣食住と商売の神様である稲荷神社があり、さらに水の恵みを与える沖井森社、海運の神様である宮地岳神宮、そして太陽と豊作物などの神様である青い大神宮、そして海と球磨川の平穏を導く琴平宮の五社の末社が鎮座しております。はあ、ということはたくさんの願いを叶えてくれる神社なわけですね。そうです、何でもご利益があるということで、毎年たくさんの方々が初詣でお参拝にいらっしゃいますので、お待ちしております。はあ、2月からはひな祭りが始まるそうですね。はい、2月1日から3月21日まで人吉球磨はひな祭りが行われます。人吉球磨一帯の会場で個性豊かなひな人形が展示されますので、ぜひ見に来てくださいね。それから植木市もあるそうですね。はい、そうです。ひな祭りと同じ2月1日から人吉植木市が行われますので、この日を楽しみにしている方々がたくさんいらっしゃいます。あ、そうですか。それから2月は春風マラソンもあるんですよね。はい、2月21日は人吉春風マラソンです。人吉の風光明媚な景色を走ることができるマラソン大会です。人吉名物のつぼん汁や赤飯などが振る舞われますので、まだまだ参加者募集中です。はい、お待ちしております。さらに、はい、梅祭りもあるんですよね。はい、最後にですね、2月28日は梅祭りです。爽やかな海の、梅の香りに包まれて、郷土芸能を見たり、地元婦人会によるおふくろの味を堪能できたりしますので、ぜひ来年も人吉に足を運んでください。はい、来年そうそぼみんと目白しということです。はい、そうですね、たくさんありますので、はい、よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、良いお年をお迎えください。さようなら。人吉観光案内所スタッフの黒ひじゆみさんでした。人吉では宿泊者を対象にプレミアム商品券、人吉温泉よかたび券販売しております。3000円分の品物が2000円で購入できて、人吉市内の飲食店やお土産屋さんなど300店舗以上で使うことができます。1人3冊まで購入できるので、最高で9000円分のお土産が6000円で買うことができます。よかたび券は人吉市内20カ所の宿泊施設で販売中です。なお、このプレミアム商品券の販売期間はあさって12月31日木曜日ですね、12月31日木曜日までということになっております。人吉に行ったらぜひ購入してみてください。なお、このコーナーは KBC ラジオのホームページでも聞くことができます。人吉でしぽぽぽでした。